皆さんこんばんは、四畳半の岡でございます。2018年4月、新年度スタートでございます。さあ、いきます。今回前情報が非常に少なかったです。予告でズートピアが来ると、なっておりましたが、どんなのが来るのか全然情報掴んでません。早速、行きたいと思います。ゴー！さあ、ズートピアでも見覚えのあるキャラが2体。警察官ジュディと警察官ニック、ボイス付き期間限定、2体、そしてコインプラスチケットが2枚ということで、今回はスッと取れたらいいなと思います。さあ一発目、その前に確率チェック。おお、スキルマックス、うん、そこそこ入ってるちゅうことはズキュン、16%、非常に高い、非常に高いです。これ以外にもスキルレベルマックス作れたらいいなというところでございます。さあ、いきます。取れてるよね、取れてるよね、いきます、ゴー。さあ1本目、一発目の雰囲気で変わるよ。ドン、せーの、ザス。おお、あ、違う紛らわしいぜ。さあ2本目いきたいと思います。おーってなっちゃった。さあいきます、ゴー。さあチケット2枚目、いきます、ドン、せーの、ザス。おー、よし、レベルアップ。こっからコイン消費。じゃあちょっとジュディセットしていきます。さあ3本目いきます。お願い、早めに落ち着きたい。ゴー、せーの、ザス。おー、まあ全然スキル力まだまだじゃ。さあどんどんいきます。さあ4回目、お願いします、ゴー、せーの、ジャス。あー、おー、珍しい。もう一回ぐらいスッといきたい、スッといきたい、ドン、せーの、ザッ。あー、うー、ズートピア系じゃないかもしれん。ドン、せーの、ジャス。あー、確率アップしてるよね、してるよね。ちょっと待って、全然ちゃうぞ。もしかしたらこの前これだって思った。逆、ミゲル意外とミゲル。さあ行きます、そろそろ来て、ドン、ゼロ、ズアス。おーし、よし、一緒に頑張りましょう。まず1本目。そしてよ、狙ってるぜ、ゴー。このまま連発来い、ゼロ、ズアス。うわ、これは間もなく卒業。これしか卒業させたいな。さあ行きます、飛んでいく、ゴー、せーの、ズース。うわぁ、うわぁ、おし来た。卒業、これでちょっと確率上がったんじゃない。上がった。さあ、ズキュン、あんま変わんないな。さあ、いきます、お願いします、来て、ゴー、せーの、ズース。うわぁ、よし。もう一回行こう。ちょっと30コインぐらいまでちょっと連発でいこうか。さあ行きます、ゴー、せーの、ドン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 。おお、よし、紛らわしい。ちょっと分かんなかった。とりあえずこれでよし、ジュディ、そしてニック。よし、来た。危ねえ。さあ、こっからはどんだけまたね、育てていけるかですよ。いきます。ゴー。さあ、こっからは考えくで。ドン、せーの、ザス。おー、まだまだね、まだまだ。さあ、どんどんいきます。いやー、でもね、この年度末、そして土曜日。恐ろしくタイミング悪い。いやー、ほんとね、ちょっとね、きついよ。何がきついって、この後編集してアップしてでしょ。で、明日、
僕土日もねお仕事なんですよ。ザス。うお。新年度のね、新年度の忙しい一発目のお仕事はね大変ですよ。まず愚痴が月もカレンダー通り動いてるからね、別にもうしょうがないんだけどさ、ザス。さあ、来ないな。やっぱりあれかな。逃げる。さあ行くぜ。ゴー。ちょっとこれ意外と出が悪いよ。せーの、ドン。お、うわ、あ、もうちょいだ、もうちょい。あと13回結構いけるな。さあ行きます。ゴー。せーの、ドン。うー、誰？クリーンダイだ。なんかちょっと出が悪いな。マジか。まだ3つしか出てない。3つしか。せーの、ドン。マジ？本当に？全然出ないじゃん。はい。じゃあ、ニック、いきます。いく？本当に？さあ、来い。行くぜ。せーの、そ。出ないわ。レベルアップ。いやー、マジか。あと10回よ、10回。いきます。ゴー。せーの、ドン。おー、よし、来た。やっと来た。2個ずつ。マジか。全然出ないよ。今回厳しいよ。さあ、でもこの後何個出るかだよね。毎月だいたい5個ぐらい出るもんね。せーの、ドン。よし。よし来た。さあ、レベル、スキル3ぐらいまではどっちか来たよね。ドン。せーの、よいしょ。よし。出始めた。あのねって言い方ですけど、だいたい新ツムの時は12時、1日のやつ12時なんですけど、僕の経験上、今日はちょっと早めに仕掛けてるんですけど、0時になってすぐ引き始めると、あんまり出ないイメージなんですよ。今、時計の入りで0時10分。もう10分も取ってんだ。なんですけど、結構ね、すぐ出る時って、15分とか、0時15分とか20分ぐらいに撮ると、結構ね、一発目で出たりするんですよ。なんとなくなんですけど、今までの感覚上。ドン！いつもよりちょっとね、早めに引きすぎちゃってるような気もするんだけど、しょうがない。明日、早いからね、僕がね。いただきます。せーの、ゴー！よし、よし。レベル3。いった。よし。あとは、ジュディもスキル3までお願いします。ゴー。こらえ、どうよ。よし。惜しい。あと1個だぜ。あと3回。お願いします。ドン。せーの、ゴー。うわ。厳しいな。さあ、あと2回。ちょっとジュディもう1個ぐらい出て。ゴー。出ないぜ。ラス1じゃちょっと変えとく？ラス1。違う。よいしょ。じゃあ、ジュディ。行くぜ。じゃあ、行きます。ジュディ。お願いします。さあ来て。ドン。せーの、ゴー。おお、おお。よし。いやー、危ねえ。ちゅうわけで、ジュディがスキル3。そしてニックもスキル3。いやー、ギリギリだったな今回。いやー、まあ1個しか出ないっていうね、最悪のあれは避けられたということで、どっちのがいい？両方とも中央を消すよ。ジュディかな。ジュディやって、今日は終わりたいと思います。さあ行きます。いやー、ちょっとね、あれ？ジュディいる？あ、いた。埋もれてるな。なんか、珍しい粒に囲まれてる。よいしょ。あー、やばいぜ。いやー、これは、最後で、せーの、ドン。どうなる？ほう。おー、なんかすげー消える。マジか。ちょっとね、今回のジュディも、まあ、今までっていうか、前回のこの、ズートピアのツムも、どっちかっていうと、こう、なんかこう、強いツムっていうよりも、なんか、コレクションツムのイメージだったんだけど、今回、これ結構、
消えるで、結構消えてない？よいしょ。もしかしたら意外と強いかも。意外と強いかも。おお、かっこいいね。かっこいいね。ニックってあれ詐欺師じゃなかったのかな？警察官。映画をちゃんと見てないから。ちょっと待って。ズートピアの子供と一緒に病院小児科に行くと待合室でね、映画とかこう流れてるじゃないですか。その時にちらっと病院で見たぐらいなんです。だからね、こうなんか飛び飛びで見てるんで、大体行くとね、電車に乗って、電車に乗ってこうなんかね、その駅の、こう乗り、電車の乗り口のこう大きさが違うところから降りて、わーってなってる、あそこのシーンをよく、伝わってる。言いたいシーン伝わってるから。てか、そこしか知らないんだけど。なので、こう、オープニングのところとか、こうエンディングがどうなるってね、ちゃんと見なきゃダメだね。ちょっと最近はね、子供と一緒に、ドラえもん見に行ったりとか、ちょっとこういう系をね、見ること機会が多くなった。全然ダメ。怒られる。また怒られる。しっかりプレイをしなさい。まあね、まあ取れた、なんて言うんだろうね。この僕の中でのこの締めくくりでございます。はい。というわけで、ジュディとニック、それぞれ、無事、ゲットでございます。今月も幸先のいいスタート、切れてるかなと思います。以上、四畳半のおかみでございました。また次回どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれパソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック。スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。